向こう僕とエスポリス。今のところがあれね、前の訪れたダンジョンというか。でででで ん, で, 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 でなんか今北に来たんだけど、これかい、まあこれっぽいな。でででで、アグリー、お、噂の襲われたらしい怪しい男の仕業みたいなんですか。へえ、相当やばくなってんのかな。なんか燃えてんじゃん、燃えてる燃えてる。え、ちょっと待って。え？え？いや、これひどすぎだろ。なんか、子供もあれじゃん。アイリスがいる。俺なんかアイリスめっちゃ怪しいんだけどな、こいつ。とてつもなんか怪しいあれが。うわぁ、なんなんだこれは。手遅れでした。こんなことには。もういい、なんでやつだよ。それは無責任すぎたら、それも。十分戦いました。いや、それはせめて滅ぼされんじゃん、そんなやったら。あ、もう勝てない。あなた知ります。別の限らないだろ。それはやってみよう。そうだよ。わかんない、それは。いい波が出ています。ガデスより立ち悪いもんな。アーモに勝てるんですか。精神波動。精神体。ただの器にすぎません。打ち砕かなければならない。どんだけ強いんだ一体。感情そのものと言ってもいいものです。ただすごく、おお、それはあれなんじゃないのか、ついに来るか、デュアルブレード来るんじゃないのか。おお、やっぱり来た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 。力に変える伝説の剣、伝説なのかもしれません。なんだそれ。逃げ出すことは死ぬより辛いことです。ああ。悲しいな。悲しさと一緒に始まったというか。まあそうでないとな。南の空へ飛んでいく。はあ。南か。何者なのか、今いつかわかるのか。うん、あなたが私と気づくかどうかわかりませんか。私と気づくかどうかわかりませんが、こいつあれなんじゃないの、なんかあれっぽくないか。いやー、どうなんだろう、わかんないな。こいつは、いや、怪しいキャラな。俺、敵側のあれだと思ってるけど、ずっと。で、どうなんだろう。南？ちょっと話聞いてみてください。トレブル。これで南になるか。話があるな。私と気づくかどうか、それとね、あいつがデュアルブレードだ。実は。姿を変えることができるってことでしょ。あ、なんか、村があるんじゃん。ここでなんかエンカウント、フンのやつエンカウントしなかったんですよ、一回。なんなんだろう、な。私の気づかない、気づかないかもしれない。はあ。姿が変わってるってことだよな。なんか人、なんか人いっぱい。南西の海に沈んだ。海。アグリ。オートラビア。ああ、え？ケビ。潜水艦。潜水艇か。そんなやつばっかりだな。ルイはとも呼ぶと。
南西ね。とりあえず南西行ってみるか。南回ってみる。まあ、まあ、とりあえずいろいろ見てみるか。じゃあマジか。なんで滅ぼしたの一体。アグリア、とんでもないのまったく。逆にガレスはなんで滅ぼさなかったんだろう。マジ良心的だよ。ガレス結構良心的だよ。オッケー。クイーンウィップ結構強いのもなんか来てるな。そう、お金がいつもに固まってる。シルバーレイビア、あれハンマーロット、ハンマーロットはいいんじゃないか。あれ俺シルバーレイビア俺装備させなかったっけ。あれ俺の気のせい。シルバーレイビア、あれ俺の気のせいか。なんかあのホーリースタッカーですね、妙盤があってる気がしたから、まあ、まあ俺の気のせいと思いしとくか。じゃあスピアね、クイーンウィップ、まあいいんじゃないか。とりあえずはまた見なせて防具は戦闘は、これいいな。バードバックだ。これをあげましょう。トゥ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 、よくぞ参られた。ウェルカムバックデスボール。なんせやな、とりあえずてぇ神様、邪悪の気配も感じない。そう、あれ出てきてないの。オープニングのさ、あのなんかそのか、なんつうの、エリーヌと会話したあの神様みたいな、なんか総大将みたいなやつがいいんじゃん。あいつがあれなんか、あれがラスボスなんかな。で、男性ってさっき、あれも出てきてねえよな。いや、ラスボスじゃねえか。あれ、ちょっと待って。いや、違うよな。そうだよね。まあまあ、そこら辺はちょっとあれだな。あんま深くは考えないと思う。これがそれ？これ何？バーナー？なんか俺のし、え？何ここ？南の神殿？え、これ合ってる？ここ。順番で言ったら。まあいいや、とりあえず話聞いてみるか。夜中にやってるからな。まったりやんの丸くないんじゃないか。てぇ。レッドサーブル強い、レッドサーブル強い。バーニングアタックめっちゃ強いじゃん。バルバード。これはやばい。え？ちょっと待って、俺さっきか。え、これめっちゃ強くね？なんかめちゃくちゃ強いとこ来てしまったぞ。え、どうしようかな、どうしよう。いいや。まあ、防具も一応見てもら、まあ、強いな、あるね。まあ、せっかくまあ今、勝ったからな。まだいいや。え、ってことは、こう、まだ来る場所じゃないんじゃないの？強すぎじゃない、だって。君の悪い神殿がです。それ君は悪すぎだ、それは。二人暮らしだ。ててて。ここ何なんだ、一体。謎を間違えた。ててて。田舎よね。神殿？神殿まだあれでしょ、そんな。まだ行く場所じゃねえよな、多分。忘れるはずないもんね。なんだそれ。ナンパされてる。あれあれ、災いを閉じ込めているな。災いを閉じ込めている。怪しいな。へえ。でも楽しそうだ。てぇ。どこがいいんだ。いや、この南がやばいと。ここにもなんか、なんかいろいろあんな。いろんなものがあるぞ。あ、違う、持ってなかった。もったいねえな。まあ、いっか。ポート、あー、ここがポートラビア、噂の。てぇ。元気な感じやな。たまりませんね。エルフ族、お、エルフ来たか、ついに。町の南、カエル島の山を通らなきゃならない。思い通りに進まない。おぉ、面白そうじゃないか。いいものしか置いてない。ちょっと、比較させてもらう。アローランチャー、またあれだな。レーニアックス。敵全員、どうしようかな。まあ、レーニアックスは周りなんじゃないか。これよ。で。あ、魔法か。レギオン。ゴールド。
うわー、足んないじゃん、ミスったのこれ。じゃあデルアルはもらっとくよ。デルアルレギオン、レギオンでいっかじゃ。足りんな、お金足りん、いや、お金たまって無理かな。まあいいや、また後で来ればいいだな。とりあえずはオイル臭い、オイル臭いのが とてつもないとこ来てしまった。これなんなら一体警備、これは研究所。ほう、この環境がテーマになってるわけだな。エルフの子供、エルフの子供、まさかあいつか、あいつじゃないか。おお、船か。帰りが変わってきている。それは一体どういうことなんだね。ケビン、ノールも。お、動くか。ててて。ん、この、ただの女子か、地下にいますよ。お、なんかそれっぽいのがいるな。しびれる。やばいぞ、それは。なんか変なやつがいる。なんだこいつ、隠れてるやつがいる。なんだこいつ。なんだ、いろいろ海底世界、海底も探検できるのか、そのうち。昔にできとる、はあ、エクセリオン。エクセリオン改造するってこと。改造始めよう。え、じゃあ船使えなくなるんじゃね。ちょっと待ってくれよ。あーでも、え、どうしよう。回れなくなるのか。回れなくなる。やっちゃおうか。でもやっちゃおう。やるか、やる。いやいや、やっちゃ。まあいいだろ。持ってこいよ。あとはすぐ終わると俺は勝手に望みを抱いてるけど。まあ、ある程度時間経ったらまだ使えるようになるでしょ、だって。改造できると。お、謎のあれじゃん。これなんないって。入学校なんかあれだな。あいつ思い出したな。ジュリの思い出しじゃないか。前作の。止まったから間違いありません。で、どこに行くんだっけ。南か、南か、そのなんか。たらずもないと。めちゃくちゃ怒ってんじゃねえか。て、これ乗れんの。て。悪い子には見えなかった。そうね、まあ何かしら理由があるのかもしれんけど。すごいスピードで。てか、盗んでどんだけで一体。どういうことなの一体。て、南かな。じゃそこなら多分。じゃあ行こう。行くなと言われたら行くしかあるまい。あ、乗れんじゃん。普通に乗れんじゃねえか。なんか乗れないと思ったんだけど。何だったのさっき。ここか、どうだ。じゃあ、これっぽくない。お、来てますね。これで一発で倒せれば。ラブっちゃうからな。どうだよ、なかなかいかんか。一体俺はいつになったら寝れるんだろうか。お、結構強えな。敵もだいぶ強くなってんな。てか結構もう話進んでんのかね。中盤ぐらいまでなんか行ってなきゃなんだけど。帰れずの山。ダンジョンか。あんま、心の準備あんまできてなかったんだけどな、正直言うと。なんかまったり、ちょっとまったり消えていくかと思ったけど、出る出るのもいっか。行こうじゃありませんか。ん、こういうこと。オッケー、
まあすげえややこしいな。あのこれあれか、真ん中、あ、うっそー、え、これでいいの？なに？これ失敗だろ。とりあえず向かい合わせればいいんじゃない？これ、あ、こいつが邪魔か。こうで、まずこれだろ。あ、やっちまったか、これやらかしてもらった。これをとりあえずこうで、あ、これいけそうじゃね、こうじゃね、こうだ、こうだじゃないの、おれー、こういうことで、でででで、お花がいっぱいあるね。ここら辺結構あれだな、いい感じなんじゃん。おれー、風邪ばになりそうな気がする。おお、強い、強えな、とてつもなくなって、おいこれやめてほしいよ、バンパイオロズか。うらやめちゃくちゃ強えな、とてつもないぞこれは。なんということで、一体今のところ順調か。これ怪しいな。いいのかい。ドゥドゥドゥ、お、またそれ系か。これをあ、そうか、これ上に向くのか。じゃあまあとりあえずこ、あー、いけないね。じゃあまずこれを、何、あ、これもいけないの。これもこうすれば、うお俺が、俺の存在が拒否られてしまう。これ難しいな。なんだこれ、左は、これも、あ、壁があるから、とりあえずこっちが行けると、こっちが行けるけど、あ、なんということだこれは。あ、そこにもいんの、そこにもいるのか。うん、これ時間かかりそうだな、これ。押す。これで、あ、これ押せばいけんじゃね。こうで、こうで、あ、さらにいけるでしょ。あ、これで、あ、 OK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 。 これは OK で、で、これはどこに行けばいいんだ、次は。でででー、あれ、あなたかい。お、結構強いじゃん。じゃあこれをつけさせてもらおうか。で、これはどうすればいいんだ。さらに下かな、関係ねえか。あ、そっか、これは関係ないのか。ちょっとまず行ってみる。あなた邪魔やな。これこっち壁か。こっち壁にあって。ここにあったよな。これは？あ、これやっちまったか。やっちまったな。うん、ちょっと何がいいの？ここ。あ、これ？下向いて、あ、こいつがやってんのか。ほん。いや、でもよく考えたら、こうだべ、こうだべ、これ押す、押して、あそこに合わせる。あ、これ、ここの影、あ、いけんじゃね、これ。あ、いけるいけるいける。これはこうか、これ押して、でこうだよな。これは拒否られるよね。これでいけんじゃね？あ、これでね。待って、待ってる。よし。よかった。あれ？どうも。おーい！めちゃくちゃ狙われてんじゃねえか。嘘、嘘って。軽いな。ずー、軽いじゃねえか。寄ってやるよ！
こんな騒いだら怒られるわ俺が怒られてしまういやでもおとなしくしなきゃいけないある程度デレ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 たまんねえな。この夜中に聞くっていうロマンがたまりませんね。このなんか切なさとなんか熱さとロマンが一気に来てもたまんねえな。超えてやるぜ、今日も超えてやるよ運命ってやつを。これめちゃくちゃ強くない？あれ使おう。あれが使えない。やばいのは、まあ、みんなでそんなやばくないからみんな。あの、一緒にエスリート使うだじゃん。エスリート使って、殴って、何かある？爆裂攻撃いいんじゃない？でん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 。たまりませんね。死にいたらしい。これいけそうじゃないか。どうなんだろう。確実にいこう。でれれれれれれれ。プレイヤーで。燃え上がるぜこの情熱、熱血の JK コメントなんちゃらなんちゃら、燃えろこの思い、行くぜ駆け抜けるデターミネーションだ。お行かなかったあやばいな、ちょっと待って、ちょうどいいタイミングだったんじゃない。でであライアンがやられてしまう、やばいぞ、大丈夫、大丈夫か。 S リード使った方がいいなこれは。ああやられちまった。結構強くないこいつら、こんな強かったっけ。攻めるかな、もういけそうな気がするんだから。ここでデン攻撃力が上がるか、魔王かな。そうね、これでいこう。お、ちょうどいいじゃん。まあ、これで勝てるだ、いずれは。ででででででで。今日はじゃあ夜中だから堪能しながら行くかじゃん。結構堪能しながら行きましょう。え、これ強くね、マジで。なんでこんなしぶといの。まだ毎ターンエセルでかけてれば。あれかけてればかけてれば。おお、いいぞ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 。効いてるね。これで勝てるね、いずれは。赤いの仕事だ、めちゃくちゃ上がってる。え、すげえ上がんじゃんこれ。え、これやばくね、どこに上がってんの。でもとてつもないことになってるぞこれで。さあ来いや、終わらせてやるよ。なかなかいい感じ。悲しいな、今日は悲しさを感じる俺は。てるしゅい、悲しさと劇場感ですね。でででででで。いいんじゃないのかい？結構使えるね、バカレス攻撃。でででででで。そろそろやるか。水やってみる？じゃあ水やってみよう。殴り。お強いじゃん。おー、いった決めたな。あんたたちなんかね、ツンデレかも。まさかアーティー来た。おー、ついにアーティー来たぞ。そのことは何ですか。やっぱレギュラーらしいなこいつ。怪しい船。あー、そういうことか。みんな言ってたじゃん、って話したしたの。お、すげえな、アーティすげえな。返します。おお、花いっぱいの街にしてみせる。マジでもらって、え、ポートラベル待っておるぞ。
なんだなんだなんだ、いろいろあるな。マジで？それはやばいんじゃないのかい？っていうことでもうあれじゃん。来たな、ついに。揃ったな。あ、確かにやばいな。さあ、行ってる場合じゃないだろ、これ。スイングします。わかります、スイングします。スイングがなんか動詞になってるのが面白いな。動詞になってるのが、そのちょっと、まあいいや。カレン様。お母さん。生死の神殿。精神力を高める奇跡がある。カレン。アモン結構やばそうだもんな。なんか結構あいつやばいぞ。ガレスみたいになんかあれだからな。優しくねえからな。なんかいろいろやらかしそうな気がするわ、あいつは。村は南西。お、仲間来るか。仲間来たー。あ、でも意外と、え、早かったな、結構。レベル38。おお、ついに来たぞ。そう、結構揃ってるじゃないか。もうなんか必要なやつが揃ってるな、もうすでに。レベル38か。俺たちレベル低いんじゃないの。なんで、記憶がないんで言って。無音だぞ。屈辱的です。もうしょうがねえだろ。あ、よかった、安心したわ。ててん、ハットエッジ、トライデント、グレートアーマー、チャイナドレス、完全回復数、ほう、ゴッドレストレーション。だんだんなんかそれっぽいのが増えてきたな。なんか結構なんかもういい感じの来てるよね。もうダメージ軽減させる。まだいいんじゃないかな、とりあえずは。とりあえず寝よう。お、ゆっくりしよう。優しいじゃん。めちゃくちゃ優しいじゃないか。てててん。揃ったな。揃ってしまったな。何者なの。任せときな。まあ今日はいがみ合ってるイメージあるからな。ててててて。波のモンスターの力を落とすだけでもすげえな。その力欲しいぞ。俺もその能力が欲しい。そこの女、どの女してセレナか。ウォールド行く。ガイスは神聖な光。え、それ欲しい。え、それ気になる。マーティーはやっぱなんか魔法のエキスパートって感じなのかな。じゃああげるよ。金息なくなっちゃったけどな。やらかしてもらったかもしれない。一流です。攻撃も強いの。あ、もう結構強いな。338も結構なんかでも、この時点結構高いからな。やばいぞこれは。楽しみになってきたな、これ。テンション上がってくれて。お、どこ、ここ。ああ、ここか。なるほど。で、南西ね。じゃあ行ってやるか。じゃあまずぶちかますか。ほら、これはデビュー戦だぜ。そして何が待っているのか。ファインダーとネクスタイム。お、お、ちょっと待って、これがセレナの強さってやつか。インテリジェント INT。 この2人低すぎるな。へえ、なるほど。
まだな。